崇神天皇、崇神天皇、崇神天皇、開化天皇十年、崇神天皇六十八年十二月五日は、日本の第十代天皇、在位。崇神天皇元年一月十三日同六十八年十二月五日、危機における、伝説上の人物。開化天皇の第二王子。母は以下色い、色なぞ命、いかがし米の御事で、後の物延のしの系譜に連なる。 イフケイに、ヒコ、王の忍び命、岩の姫ののイボテイにヒコ王、神宮皇后の喉。十九歳で皇太子となる。父三角が崩御した、翌年の一月十三日に即位。二月十六日に、十枚のお魔女美目を皇后とし、勝命命、後の水人天皇や大和彦命らを得た。即位五年から七年にかけて薬病が流行したが、 大物主身を祀ることで治めた。即位10年、武派に、康彦、竹は、二安彦、高原天皇の巫女の反乱を鎮めた。また4、道将軍を各地に派遣した。即位12年に戸口を調査して、初めて海域を課したことで、御彫刻天皇と称えられている。即位65年、美学から彫刻があった。日本書紀において、 初めての朝鮮半島関連の記録である。即位六十八年、宝魚。寒風死亡である、辻神天皇は、代々の天皇と同様、奈良時代に、大江の御船によって先進された。即位三年、三輪三世六の随筆諸義宮、水垣の宮にとを移した。即位四年、御事乗りを発して、万世一景を歌った。即位五年、 薬病が流行して、人口の半ばが失われた。祭祀で薬病を治めようとした天皇は、翌年に、アマテラス大臣と、和太国魂神を、宮中の外に出すことにした。アマテラス大臣は、豊月入姫命に託して、重縫いの言う、現在のひばる神社に祀らせた。和太国魂神は、丁明城入姫命に託し、長岡岬崎に祀らせたが、 現在の山和神社の初め、姫は、体が痩せ細って祀ることができなかった。即位七年、大物主神が山和ととひももそ姫命に乗り移って、自分を祀るよう託戦した。続いて、ワート族神、アサジ玄米妙姫、大水口すくね、ホズミ神園祖、伊勢朝君の三人が共に同じ夢を見て、大物主神と、馬体国魂神、 大和神社祭人の祭祀をそれぞれ、大田殿魂師と、シーソ長押という人物にするよう告げられた。そこで、大物主神の子供子孫とも言われる、大田殿魂師が探し出されて、大物主神を祀る神主となった。三和山を合神体とする、大三輪神社の始まりである。シーソ長押、一氏の長押ちもは大国魂神を祀る神主となった。薬病は収束して、 国穀法上となった。即位10年、大彦命を北陸道に、部、定川別を東海道に、鬼別彦のを正道に、丹波道主名を、丹波、三人道に将軍として使わし従わない者を、討伐させることにした、四道将軍。しかし、大彦命だけは異変を察知して、ワニ坂、ワニ、野坂、奈良県天理市から引き返し、大和ととひもも祖姫命の予言から、 武派に、康彦、竹は、にやすび子、高原天皇の巫女の範囲を知ることとなる。竹派に康彦は、山瀬から、妻のあずたびめは、大阪から共に党を襲撃しようとした。天皇は五十強聖彦命、木び彦の命の軍を使わして割れた姫勢を、迎え撃ち、一方の康彦勢には、大彦命と被告に武器、被告にく、ワニシュの巣を差し向かわせて打ち破った。 即位十一年、再出発した四、道将軍が戻り江見氏を従わせたことを報告した。即位十二年に戸口を調査して、初めて海域を貸し、即位十七年に献上品を運び込むための船を作らせた。即位四十八年に豊木命と、勝目美琴ことを呼んで夢占いを行い、弟の勝目美琴ことを皇太子とした。兄の豊木命には東国を治めさせた。 即位62年、灌え事業を行って、よさみ池、よさみの池、大阪市住吉区野京、奈良県高市郡の坂織池などを開き大いに、農業の瓶を図ったと伝えられる。即位65年、三馬が使者として、そなかつし土、そなか七を使わしてきた。即位68年、宝魚。古事記には天下を統一して平和で人民が豊かで、 幸せに暮らすことができるようになり、その身をた,たえて初めて国を治めた小牧天皇、諸地初国の小牧天皇という、とある。なお勝目尊、水人天皇の即位2年、そな勝つは美真奈に帰国したが、その際に天皇からの菓子品を白木に奪われてしまった。日本書紀における美真奈と白木の構想はここから始まる。日本書紀の伝えるところによれば、 以下の通りである。機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と、西暦対象表の一覧を参照。宮、皇居の名称は、日本書紀では、四季ひもろぎ宮、四季の水かきの宮、古時記では、四木水がき宮、四季の水かきの宮。伝承地は、奈良県桜井市金谷の四季の御建座神社。三笹は、宮内町により、 奈良県天理市柳本町にある山部、道光岡上寮、山部道光岡上寮、山野辺の道の曲がりの丘の絵の見ささぎに事情されている。宮内町上の形式は、前方公園。遺跡名は、安頓山古墳で、墳九町四十二メートルの前方公園墳で、ある。古事記に、山部道曲がりのおかが上、なお、それより少し前に作られた西戸の塚古墳。 前方公園墳、全長220メートルを、そのまみささぎとする考え方もある。また、江戸時代には、渋谷高山古墳が両母とされていた。安藤山古墳は、形状が、小立て貝形古墳、初期の前方公園墳、前方部が小さく作られているのようになっているが、これは、江戸時代の改修工事によるものとも言われている。また、皇居では、高麗殿。 九中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。資料は、突起のない限り、日本書紀による、大物主を祀ることで薬病が治まった後、大和ととひももそ姫命、大和ととそも、もそ姫は、大物主神の妻となった。大物主神は、夜しか現れなかったので、姫はもっとよくお姿を見たいと言った。そこで、 大物主身は朝に姫の串カゴに入るから姿を見ても驚かないでほしいと言った。果たして姫が箱の中を見てみると綺麗で小さい蛇がいた。姫は驚いて叫んだ。大物主身は大いに恥じてすぐに人の形に戻り姫を呪った。大物主身が去った後に姫が腰を抜かして座ったところ箸で陰部をついてしまいそのまま亡くなった。姫は大市に葬られ墓は 橋墓と名付けられた。この墓は昼は人が作り、夜は神が作ったと言われる。なお、山和ととひももそひめ命は少なくとも百二十七歳を超える老婆である。主人天皇は出雲の宮に収められている神宝を見たいと使者を送った。神宝を管理する出雲ブリネは畜紫国に行ってる巣だったが、弟の飯入根が代わりに神宝を献上した。 宿舎から帰ってきた、出雲ブリネはなぜあっさりと新報を渡してしまったのかと、怒った。年月を経ても、出雲ブリネの怒りは増すばかりだった。出雲ブリネは果たし合いをするべく飯入根を淵に、呼び出した。出雲ブリネは、水がきれいだ。まず体を清めようと言い、二人は、服と刀を脱いで水に入った。出雲ブリネは先に上がって、密かに作った。 真剣そっくりの僕等と弟の真剣をすり替えた。そして、果たし合いが始まったが、飯入根が剣を抜こうとしても抜けない。剣の形をしただけの木なのだから当然である。出雲振根は容赦なく、弟を切り殺した。そこで、世の人たちは歌を詠んだ。役も立つ出雲たけるが吐ける立ち黒くず大巻さみなしに、哀れ。なお、この話は、 古事記で山と竹が出雲竹を打つ話と告示している。綱川原人とは日本初期で水人天皇二年上の文中に記載される人物である。説話の時期、内容の類似性から上述のそなかつし土と同一視する説がある。船でアナトから出雲国を経て、ケヒ浦に来着した綱河原との額には角が生えていたといい。 つ賀という地名の語源と言われる、つのじかからの地に、つ賀に転加。また、水人天皇の時の帰国の際、天皇はあらここらに、先定の名である、お魔じ見うき天皇の、見まきを国名にするよう御子と乗りし、これが、みまな、渡るままの語源とされている。危機に伝えられる自責の史実性、先定たちとつながる、慶府記事等には、疑問もあるものの、 三世紀から四世紀初めにかけて、実在した大王と捉える見方が少なくない。初代、神武天皇とそれに次ぐ、決死圧城の天皇たちの実在性が希薄である。ことから、この辻神天皇を、山王権の初の天皇と考える説が存在し、また危機に記された自責の類似と死亡の共通性、口述ら、神武天皇と同一人物とする説もある。井上三貞は御名に、 公正的な作為が伺えず、決死やつしろと違って、旧時も備わっていることから、スジンを実在の可能性のある最初の天皇としている。ただし、井上はスジンに次ぐ系譜と十五代王神天皇以降の系譜とのつながりには、懐疑的であり、直木孝次郎も同様の理由から王神以前に山和地方に存在した別王朝の主張と考えており、 このように広大の天皇たちとの連続性を疑う王朝交代説も存在する。一方で、神武と決死やつしろの実在を支持する立場からは、日本初期の記述では、神武の即位後しばらくは、機内周辺の狭い領域の術しか出てこず、主人の代になって、初めて立地方にまで渡る記述が出てくること、四、道将軍の派遣など、から、神武から九代開花天皇までは、 奇内にしか力の及ばなかった山和王権が、スジンの代になって、初めて全国規模の政権になったと考える説もある。古事記は、スジンの没年を得とにより母因年と記載しているので、法年監視、または没年監視という、これを信用して318年、または258年没と推測する説も見られる。五十八年没説を取った場合、スジンの知性は、 中国の文献に記載されている、山大国の時代の後半と重なることになる。スジンを、大和王権の石を築いた存在とした場合、山大国とスジンの関わりをどう考えるかが問題となってくる。山大国紀内説からは、山大国と大和王権は同一であるという認識の、元、水野正義はスジンを、卑弥呼の後継の女王であった、大の摂政だったとする説。 西川受賞は、儀式和神伝に記されている卑弥呼の王都だったという説などを提唱している。山大国九州説からは、北九州にあった山大国は、山和王権とは、この国であって、この山大国を滅ぼしたのが、山和地方を統一した、辻人天皇であるとする、田中拓也、竹光誠などの説や、辻人天皇の同時代に、 大和に、卑弥呼のような女王はいないことからも山田駅内説は誤りであるとする、古田武彦などの説も存在する。日本書紀における、神武天皇の称号、初国知らす天皇と、主人天皇の称号である、御はじめ国天皇はどちらも、和津国知らすすめらみことと読める。これを、初めて国を治めた天皇と解釈するならば、 初めて国を治めた天皇が二人存在することになる。これについては、神武の称号に見える天下という抽象的な子は、ジ人の称号の国と異具体的な子より、形事上的な概念であるため、本来はジ人が初代天皇であったが後代になって神武とそれに続く八代の系譜が付け加えられたという考える説がある。日立風土記にも、初国処置、巻天皇とある。 安本美天は常実の神武と主人の称号に関する読み方は、鎌倉、室町時代、あるいは平安末期の読み方であり、初期変算時のものとは異なっていた可能性があると主張している。どちらも同じ意味であるならば、わざわざ漢字の綴りを変える理由がわからず、また、高間ヶ原などの用語と称号するならば、神武の天下は、 天界の下の地上世界といったニュアンスと捉えべきであり、神武の初国しらす天皇とは、初めて天の下しらすめらみことなどと呼んで天の下の世界を初めて収めた王朝の創始者と返し、主人のごはじめ国天皇はその知性に、大和王権の支配が初めて全国規模にまで広まったことを称賛したものと解釈すればうまく説明がつくとしている。主人の和風志望の 三巻入彦と、次の水人天皇の和風志望の育名入彦は、共に入彦、入彦が共通している。入彦、入姫は、当時の大王、王族名に現れる特定古障である。入りが、後世の創作とは考えにくいことから、これらの大王、王族は実在した可能性が高く、辻神天皇を始祖とする入王朝、三輪王朝説なども提唱されている。辻人、 追認の二定の名は和風仕事ではなく実名、意味名をそのまま危機に記載したとする説も存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。